マルクスハイムはドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のドナウリース軍に属す町村マルクスハイムはアウクスブルク開発計画地域、レヒ川がドナウ川に注ぐ河口沿いに位置する。この町は公式には12の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。マルクスハイムこの町の町域はかつて、 1342年にビッテルスバッハ家のものとなったレヒスゲミュントグライスバッハ、白の所領に属した。この地域の入植は中世初期のフランク人時代にはすでに始まっていた。マルクスハイムはレヒスゲミュント白ベルヒトルトからカイスハイム修道院への1238年の寄贈証書にビラモ・オウッチスハイムとして初めて記録されている。 マルクスハイムのドナウ川の橋は1343年にレヒス・ゲミウント・ハクがここに税関を設けたとして初めて言及されている。しかしこの橋はそれほど長くは存続していなかった。1248年に約 1km 南西に位置する城がレーゲンスブルク軍によって攻撃され完全に消失した。レヒス・ゲミウント・ハクはこの城によってドナウ川の通行を 遮断していたのである。この城は再建されず、白の家族はグライスバッハへ移り住んだ。マルクスハイムは1505年からノイブルクズルツバッハ、公領のガイスバッハ裁判区に属し、1777年からはバイエルン選定公領の一部となった。現在の庁域の中でこの裁判区に含まれるのは、ガンスハイムやシュバインスポイントの豊富マルク、周辺地域である。 1972年の市町村再編により、ブルクマンスホーフェ編、ガンスハイム、グライスバッフ派とマルクスハイムが合併し、1977年にノイハウゼン、1978年にシュバインスポイントがこれに加わった。町長はアロイスシークである。5回入れ替わる青と金の横島の地の上に赤い表。ありがとうございます。